なんで俺が動物虐待って何が、あいたた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 。おや、一人で買い物に出ていたのか。使用人たちも人使いが荒い。何も問題はなかったか。そうか、君は思った以上にたくましいね、お嬢さん。だが言っておくが、うちは客に仕事をさせるほど困っているわけではないからな。そっちの仕事も多いだろう。忘れてしまったのか？ここはマフィアの本拠だぞ。屋敷の形をとってはいるが、構成員の詰め所でもある。嫌になったらすぐにやめていいんだからな。さてね。頑固なお嬢さんだ。
どうした？その心配は無用だろう。私の部下はどいつも遠慮がない。邪魔なら邪魔と言うさ。私も何度か様子見をさせてもらったが、君は手際がいい。違和感があるほどに。まあいい。仕事の経験はあって悪いものではない。そうか。喜んでくれたなら何よりだ。役目がないと落ち着かないという気持ちはわかる。報酬に見合うような仕事ができていないのか。報酬をもらえるような仕事ができていないのなら仕事を辞めるべきだ。だがもらえるような仕事ができているのなら報酬を受け取るべきだ。私に正当な報酬も払わない雇い主という汚名をかぶせないでくれ。謝らなくていい。いい仕事をしてくれてるようじゃないか。だったら報酬も正当だ。労働で得たものなんだから、取っておくだけでなく使いなさい。謝ったり礼を言ったり忙しいな。礼には及ばない。君は報酬に見合う仕事をこなしている。
仕事を始めたんだ。君はすごいね。すごいよ。怒るな。君の心は気持ちがいいから触れたくなるんだ。君はすごいよ。居場所が作り出せる。ああ、すごいことだ。この世界では役割を与えても居場所がないように感じるものが多いから。そうなんだ。俺、あと10回時間帯が変わるまでフリーなんだ。その時次第だが、遠出するには十分だぜ。まあ、この前はタイムリミットがいつ来るかわからないから、庭で散歩とかだったしな。あんたと一緒だと楽しかったけど、やっぱり味気ない。痛いに決まってるだろう。耳がもげるかと思ったぜ。ひでえよ。俺のことが嫌いなんじゃないよな。
よかった。俺も好きだ。もっと一緒にいたいんだ。色っぽいけど、俺はもう騙されねえぞ。待てって。俺だって無理だよ。無理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 。もげるって。かわいい？かわいくねえだろ。何言ってんだ、おかしいぞ。いだだ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 だ。いろいろ反論はあるが、これかわいがり方が間違ってんだろ。人として何かが違う。間違ってる。かわいくない、かわいくない、かわいくない。だからむしるな、むしろうとするな。こんにちは、お姉さん。いいな、暇つぶしに探索中。僕らもサボって一緒に行きたいよ。いいなあ、休憩もらえないとやってられないよ。こんないい天気の昼間に仕事なんて超過労働だよ。手当が欲しいよね、ほんと。
最近手応えない敵ばかりだよね。うん、もっと殺しがいのあるやつが来てくれないと、門番なんて仕事成り立たなくなっちゃうよね。ああ、休みが欲しいな、僕は。僕は今すぐ給料を上げてほしい。あの